皆さんこんにちは。インストラクターの三村です。今日は皆さんにアメリカンボーリングサービス様から出ております3種類のおすすめのボールをご紹介したいなと思います。はい、1個目はコロンビア300から出ておりますスポイラーアラートというボールです。2つ目です。こちらも同じコロンビア300から出ておりますナイトラスというボールになります。最後3つ目です。3つ目はプロアマというメーカーから出ております、パープルレンジャーというボールになります。今日はこの3種類のボールを3種類のラインで投げ比べしてみたいと思います。ボールやラインによってどのように動きが違うかお楽しみに。では早速行ってみましょう。皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？ボールや投げる場所によってかなり動きが違ってきたと思います。で、今回はですね、分かりやすいように
全部ボールの開け方、このレイアウトっていうのは統一してます。はい、僕はですね、ピンダウンという、まあ、掘り方をしてるんですが、数値が、デュアルアングルレイアウトで言いますと、ドリル角が45度、ピンから PAP の距離が4インチ2分の1、このバル角というものが70度になっております。まあ、このレイアウトはしっかり手前から転がり出して、まあ、奥もほどほど走るという設定になっております。まあ、今回ボールの軌道を見ていただいて、まあ、ボールによってかなり違いがあったと思うんですが、このボールどんな違いがあるかと言いますと、中玉、このボールの中にはコアというものが入っておりまして、このコアには RG という数値があります。でこの RG という数値は何かというと、簡単に言いますとボールの転がりやすさというものを示した数値になります。この RG が低ければ低いほど手前から転がり出します。高ければ高いほど奥まで行って切れるようになります。では、今回投げたボールですが、まずスポイラーアラート、このスポイラーアラートの数値は RG が 2.52 という数値です。今日投げた3種類の中では一番この RG が低いものになります。ということで、まあ、見ていただいたと思いますが、手前からしっかり転がり出して、こう大きく弓なりに曲がったボールだと思います。2つ目のナイトラスというボールです。このナイトラスは 2.55 という数値で、まあ、程よく手前で走って、奥も、まあ、程よく切れてきますので、僕はこのボールがすごく扱いやすかったです。この3種類の中では僕はこれ一番好きです。では最後、3つ目です。このパープルレンジャーというボールですが、こちらも 2.55 ですので、ナイトラスと同じ数値なんですが、このボーリングのボールはこの表面の素材と、中玉、コアの組み合わせでできてます。このパープルレンジャーの組み合わせはかなり手前が走って奥で切れるようになっておりますので、僕は少し扱いづらかったんですが、まあ、スピードのゆっくりなシニアの方とか女性の方にはすごくおすすめのボールになってます。この3種類のボール、まだ、コロナキャットボール全店で販売中ですので、もし気になったお客様いらっしゃいましたら、ぜひお近くのコロナキャットボールまでお越しください。この動画が面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また下にアラートボタンも出ておりますので押してみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。